グルンダウは、ドイツ連邦共和国ヘッセン州南東部の、マイン・キンツヒ群の町村である。町名は、町内を流れるグルンダウ川に由来する。グルンダウは、ゲルンハウゼンの西及び北、ビューリンゲンの南、グルンダウ川とキンツヒ川のあぜに位置している。ヘッセン州の自然区分構成によれば、この町の町域は、北東部がビューリンゲンの森。 南西部がビューリンゲンメアホルツ丘陵に属し、より広い区分では、両者は共に南西ドイツ中遺産地、大地地方に含まれる。ビューリンゲンの森は、近津市川を越えて北に張り出したシュペッサルド産地の死脈で、ヘッセンフランケン産地に含まれる。この森は南からラインマインボン地に突き出しており、ホーゲルスベルク産地の南斜面に迫る。 北西から南東に走る高さ350メートル、410メートルのブチ砂等の地層は砂岩の高地を形成し、その労務室の砂地の土地には森が密集している。その大部分は紅葉樹で、中には自然保護林もある。小川が作る谷はほとんどが緑地として利用されている。こうした地形は保養地としてとても重要である。また、 ゲルンハウゼンの北に広がる、この切れ目のない広大な森林は、ビオトープ連盟にとって、貴重なものである。フォーゲルスベルク山地との境界には、玄武岩の地層があるが、これは、ヘッセン最大の玄武岩の石切り場の一つである。超域の他の部分は、ビューリンゲンメアホルツ丘陵に属す。ここは、木材や森の豊かな農耕地である。オードの堆積や、 赤堤等の粘土から形成される土壌は、実り豊かな農業に、公的の地質である。近地日川の谷の北部の高地が、長域に含まれている。この地域は、幅広い川谷と西に向かう、平らな地域との間を、北東から南西に走る山並みで構成されている。高地の南に位置する近地日タールは、頻繁に洪水が起こることで、エコロジーの観点で特殊な地位を占めている。 近津日川は、こうした地形の間の海抜130メートルから110メートルの場所を流れている。森は、大部分がブナを中心とした生態系からなる。特に、近津日川に沿った低地は、緑地として利用されており、その大部分が工作地となっている。この地方の重要なビオトープとしては、オフフェンラントの林、果樹園、隣接する湿地のビオトープを含む自然に近い。 川筋がある。ブライテンボルン地区とゲッテンバッハ地区は、ビューディンゲンの森に位置している。その周囲にハイングルンダウ地区とリープロス地区がある。ロンレブルク丘陵には、ミッテルグルンダウ地区とニーダーグルンダウ地区があり、キンチヒタールには、ローテンベルゲン地区とリープロス地区の大部分が位置する。グルンダウは、北は、ビューディンゲン、東は、ベヒタースバッハ、南東はゲルンハウゼン、南は、 ハッセルローと西はランゲンゼルボルト及びロンネブルクと境を接している。町内のほとんどの集落は12世紀にはすでに文献に記録されている。古くは新石器時代からローマ時代500年頃以降のフランク人入植地が領域全土から見つかっている。自治体としてのグリュンダウは1971年12月31日に それまで独立した町村であったブライテンボルン、ゲッテンバッハ、リープロス、ニーダーグリンダウが合併して成立した。1972年8月1日に、ハイングリンダウ、ミッテルグリンダウ、ローテンベルゲンがこれに加わった。グリンダウに属す集落は、教会組織上は、中世からすでにニーダーグリンダウのベルクキルヒエに属しており、この長域再編は、 歴史的に自然な形での合併であった。グルンダウの町役場グルンダウの町議会は37議席からなる。歴代町長を歴史するグルンダウの町の紋章は、かつて独立した町村だったニーダーグルンダウの紋章を流用している。この紋章には、神聖ローマ帝国時代の帝国足と聖ペテロの鍵が描かれている。この鍵は、 ニーダーグリュンダウのベルクキルヒエを示している。この教会は大きな主任司祭区を有しており、聖ペテロに建動された。帝国足は,は、ニーダーグリュンダウが中世には帝国の権力の中心に位置しており、王がこの地に農場や直轄地を有していたことを記念したものである。ニーダーグリュンダウのベルクキルヒエ住民の54.1%が、プロテスタント18.9%が、 カトリック27%がその他の宗教を信仰している。ニーダー・グリュンダウのシーファーベルクにあるベルク・キルヒエはかつてはグリュンダウのほとんどの集落の中心となる教会であった。この教会は1217年に初めて文献に記録されている。当時ゼルボルト修道院の修道士がシーファーベルク周辺の集落の死牧を担っていた。 宗教改革によって住民はプロテスタントに改修した。1556年から1557年に塔が建設された。この教会塔は風光系を含んで35メートルの高さがある。1840年に現在の教会堂が建設され、古い教会は老朽化のために取り壊された。様式上、教会本堂は古典主義様式で作られている。 教会の見どころは、1839年に建造されたラッツマン・オルガント2007年にベルント・ビルファーによって制作された祭壇の十字架である。教会、旧制御宗牧師館が保護文化財群を形成している。この教会は、毎年4月に開催されるオートバイによるツーリング神事アンナス戦のゴールとなっている。ここは、 フルダからフランクフルトアムマインへの巡礼路に面している。また古いプロテスタントの教会はハイングリュンダウとブライテンボルンにある。リープロスのパウルゲルハルト教会は戦後の1960年に建造された建物である。カトリック教会は旧ドイツ東部領土からグリュンダウに転入した多くの追放された人々によって建設された。彼らが1960年に ローテンベルゲンに建設したクリスト系ニフィス教会は王冠の形をした教会である。福音派メソジスト・キリスト教会はローテンベルゲンのフリーデンス教会で真事を行っている。経済的にはディープロス地区がその重要性を増しつつある。その産業地区には全国の投資家が興味を持っている。ディープロス地区とローテンベルゲン地区は 連邦アウトバーン A66 号線に面しており、インターチェンジに直接アクセスできる。さらに、連邦道 B457 号線がグリュンダウを通っており、ミッテルグリュンダウ、ハイングリュンダウ、ゲッテンバッハ、リープロスを結んでいる。この他に、ラーン・キンチヒ鉄道が通っており、リープロスとミッテルグリュンダウに駅がある。さらに、ローテンベルゲン地区にとっては、 フルダからハーナウを経由して、フランクフルトアムマインに至る、キンチヒタール鉄道のニーダーミットラウ駅が重要である。ありがとうございます。